この試合の勝者に贈られますチャンピオンの披露でございます。続きまして記念撮影を行います。ただいまに第10試合プロレスグランプリングウェルター級王座決定戦5分3ラウンドを行います。青コーナー B チーム所属ジョセフ・ジュー。赤コーナー藤田術レオス呪術アカデミー所属プロレスフォークスタイルグラップリングウェルター級王座決定戦5分3ラウンドマッチです。王座新設になりました。初代王者は森戸慎二か、それともこちらジョセフ・チェンか。ジョセフ・チェンは台湾出身。昨年6月アブダビコンバットオセアニアアジア予選77キロ級岩本健太選手と準決勝戦にもつれたファイターです。それに対して森戸、プログレスを背負って昨年1年戦ってきました。これは打撃のない MMA といっていいルール、ポイント、そして一本で勝敗が決まります。まず組んでくる。背中をつかせるテイクダウン、リバーサルで2ポイント。引き込むと相手に2ポイント、献上です。そして両足、捉えてくる。抱え上げて、まずここ、テイクダウンの形になったようです。さあ、長男さん、これ、突進力すごいですね、ジョセフ・チェン。そうですね、MMA っぽいタックル。2ポイントでございます。2ポイント奪っています。はい、下からの森戸。パスガード仕掛けてますね。はい、ここからその足生命線としているわけなんですが、もう食らいついていこうという圧力すごいですね。そうですね。あ、片足、右足もこれも超えてくる。いや、何かもう上からもう押しつぶしてしまえという勢いからのジョセフ・チェンです。ポイント上は2対0でリードしています。まあ、オープンフィンガーグローブをつけての戦いでもあります。まあ、ここまでこのルールではずっと森戸慎二、まあ、浜村健選手、須藤拓磨選手、長田拓也選手に勝利してきました。川名真人選手には引き込んでポイント差では敗れてここにたどり着いています。1分半経過となりました。サイド行ってますね、はい、映ってますね。ニオンザベリー、はい、まあ、ケージを蹴ってという森戸です。ここら辺森戸選手がなかなか慣れてないんじゃないですかね、こうケージというもの。はい、あのトップキープも実は金網ちょっと体預けるだけでできたりするので、はい、バランスが上の選手が取りやすいんですよね。まあ、そういう形にこうどんどんチェンが持ち込んでいるという展開にここになっています。圧力が強いです ね、 ねそうですね。ちょっとこれは予想以上かもしれません。あのアメリカテキサスのトップグラップリング軍団 B チームです。立ってもですね、またテイクダウンされるとポイントになってしまうので、はい、そうですね、うん、今これがテイクダウンの形と認められるかどうかです。ならないですね、今は入らない、はい、うん、まだグランドにスタンドになってなかったっていう考えなんですかね、はい、ポイントは2対0のままです。チェンが2点リード。まあ、森戸選手はこのチェンのことを、まあ、オールラウンダー、足関節ばかりでなくテイクダウンもバックテイクも狙ってパスも仕掛ける攻撃の幅の広い選手と分析しています。まあ、クレイグ・ジョーンズ選手たちと長い間トレーニングしてきたんですね。最近はなんか東京サーキットにこう練習してるみたいですね、はい、そうですね。
まあ、岩本選手とのトレーニングもあります。アジアのみならず北米でも注目の一人。長い足、森戸がなんとかこれ、まあ、相手の突進を止めようとする動きは続いています。まあ、森戸はテコンドー、キックボクシング、MMA 歴があります。プログラップリングは11戦して6勝2敗3引き分け。まあ、カナダ留学中に柔術をスタートしました。新聞記者歴3年なんていう顔もあります。クイントットでは3人抜きも見せました。でもここちょっと森戸の方がどうですか、攻めあぐねてますか。そうですね、足に絡んでいってるんですけれども、はい、ちょっと金網が邪魔なのありますよね。チェンがもうそれ考えて攻めてるってことはありますか。いや、押す力がすごい強いので基本、ね、あのそういう風に追い詰められちゃうんじゃないですかね。これ残り1分、残り1分を切っています。パスガードを仕掛けて、ね、はい、今度は右側に曲がって足の間割って入るようにします。脇も取れてるのでこれパス成立してマウントです、ね、はい、マウント、そして首を引き寄せるようにします。ここから回ります。腕狙われてます ね、そうですね、腕十字の狙いからもう一度マウント、ま、脇が締まってるので、はい、簡単には十字は取れないと思うんですけども、そうですね、警戒してますね。時間を聞いた30とか何か仕掛けてくる可能性があります、ね、はい、5分3ラウンドマッチです。ウェルター級初代王者が決まる戦い。一旦チェン自身も呼吸を整えたか、こうやって腕回りですね探るようにしています。さあ表紙にはなった、あと5秒です。森友ディフェンスのままブリッジしていく、ここで第1ラウンド終了。さあ国内では随一の強さを見せてきた森戸慎二、これ苦しいスタートと言っていいですか。だいぶそうですね、差がついてますね、はい、ポイント以上に、グラウンドの動きとかで本当に差がついてると思う、はい、それだけジョセフ選手強いです。まずジョセフチェンの良かったところを改めて教えていただけますか。まあ、テイクダウンしっかり取ってそこからパスガードですね、はい、引き込んだりもせずにずっと圧力をかけ続けて、はい、でパスガードマウントですね。それもその1試合の間に 2回ぐらいやってるので、はい、あ、一覧の中です ね、ちょっとこれ穴がないかなっていう風に見えたんですが、どうなんでしょう。森戸選手一発があるので、はい、もうそこにかけるっていうのもありだと思います、はい、まあ、2ラウンド目以降ですよね。ラウンドあと2つ、おそらくジョセフ選手がまたテイクダウン来ると思うんですよ、はい、これですね、この後の動き、はい、森戸選手はそこまでテイクダウンというものにはあんまりやってないと思うので、うん、まあ、今までのこのルールでは引き込んでから、そうですね、2ポイントを相手に与えてから、うん、その後の1本というのがパターンでした。そこからパスが強いので、ですから思う先にいけないテイクダウン、ここも早い、もう右足も抜けています。やっぱりですね、やっぱり鋭いですね。これで4対0です。1ラウンド2ラウンドに1回ずつテイクダウンで2ポイントずつ奪っています。ジョセフチェン、あの森戸選手の見立て通りだったようですね。オールラウンダー何でもやってくる。あ、また長男さんでこうしてケージにもう押し込まれるような形ですもんね。まあ、必死に足を、はい、足から攻略しようとはしてるんですけれども、その足に対してプレスがすごいかかってますよね、はい。まあ、今まではこうして足を捉えてから攻撃の起点にしてきました森戸、うん、圧力がやまないですね。そうですね、今サイドに来そうな状態になってるんですけども、はい、足を入れて今防いでます。はい、まあ、MMA ですとよくこう相手とケージの間に自分の体入れますけれども、まあ、そのように入ってきましたチェン。ケージの間という、あんまりケージは使ってる感はないですけども、はい、まあ、とにかく潰しが強いですよね。はい、そうですね、はい、また足もよくさばいています。あの、ね、森戸選手は足が動くように効いてないんだと思いますね。あ、やっぱり、はい、まあ、すぐにかわすようにしてきます。これもそう
振り払えるか。まだ今足と足の間、右足は抜けている。左手で脇を押さえながら右手で足を流して左右に、ね、どうでしょう、サイド移行しましたかね。これ足がちょっと見えないんですけど、はい、まだ残ってますね足。まだなんとか左足下から森戸が効かせていますね。その足を右手で流してパスしようとしてて、はい、今また膝を乗せて今度はサイド行ってますね。サイド行ってますね。抜けて、はい、左足の位置で腕を殺して、はい、この腕狙われるかもしれないですよこれ。前腕部も首のあたり、うん、はい、片腕を足を乗せて、はい、効かないようにしてですね。まあ次から次へと攻めているのがジョセフチェン。今腕は出たのですが、このマウントに行こうですね、さっきより時間があります。そうですね、残り12分11秒、うんうん、マウントで状態上げました。先ほどはこう腕をもう取らせないように森戸選手が踏ん張っていたんですね。これ MMA ファイターだとですね、はい、どんどんケツをずらしてて金見蹴って回っちゃうんですけど、はい、バックに回った。森戸先生そういう動きがないので、いやこれジョセフチェン相当やりますね。そうですね、あの噂通りでしたね。確かに、はい、まあ、いや今腕を殺してるんですよ、バックの状態で。あ挟んでいる。このまま上に上がって三角というのもありますし、はい、あ今戻りましたね。チョークも片手で塞がなきゃいけなかったんですけど今戻りました。でチェンがまたこれ2点奪いましたね、うん、6対0です。バックグラブで2点を奪取しました、うん、まあ、後ろに回って両足これ4の字フックとなると2点得点となる。ケージ抜いた蹴りですが、はい、ちょっと足がしっかり入ってるのでなかなか抜けないですね。そうですね、まあ、だいぶ汗もかいています、うん、攻め続けているジョセフチェン、まあ、右腕で防御している森戸です。こんな森戸選手はなかなか日本では見られないですね、うん、確かにリアネイキドチョークの体勢はややフェイスロック気味、うん、ここからまた顎が上がると反対の手を入れたりとか、はい、別のバリエーションに多分変化していくと思うので。いやでも長男さんおっしゃる通りですね、ちょっとこんな森戸の姿なかなかないですよね、まあ、この1年間の集大成と森戸は望んでいます。腕十字伸びたら危ない。ドラッ踏ん張れるのか。トップアウト。あまりに見事ジョセフチェン、あの森戸慎二にほとんど何もさせないか。ちょっと下がりすぎましたねこの衝撃、これなんでしょうね。あとこれに勝った岩本健太は何なんだっていう、全く岩本って恐るべしよくわからないです。もう次元がすごいですね、はい、いやいや恐れ入りましたジョセフチェン。2ラウンド決着です。2ラウンド4分27秒。いやこれは驚きましたね。そうですね、まあ、森戸選手がどうやればいいかちょっと途中から自分もそこが思いつかなかったですね、はい、一発決めればいいと思うんだけども。そうですか、決めの形っていうか、はい、セットできない状態だったので。そして初代王者となりましたチェンの元にチャンピオンベルトがやってきています。まあ、呼吸も整えています。チャンピオンになったけど誰が戦うんだって話ですよね。ちょっとこの先ですね岩本選手は仲がいいですし、ね、日本人で立ち位置できる人間がいるのかっていう。そうなんですよね、はい、まあ、今、はい、どんどんこう層が厚くなっている中ではあるんですがね。だからちょっと世界のグラップリングのトップと日本の差は、はい、MMA 以上にちょっと感じるなっていうところはありますね。そうですね、まあ、MMA ファイター相手としては UFC フェザー級世界王者、まあ、アレックス・ボルカノフスキーとのスパーリングも重ねてきたというジョセフ・チェン。いや北米でも注目の一人、もう凄まじい強さっていうのが、まあ、相手がとにかく森戸選手だっていうところに尽きるようです。森戸選手の側から見るとどうですか、何か思うところはありましたか。本当に完敗という形なので、これをどうするかというところですね今後、はい、
いやいや、これちょっともう場内ももう騒然としましたもんね、試合中から。まあ、自分もちょっと畑が違うのであんまり偉そうなことは言えないんですけれども、まあそうですね。Thank you very much for the opportunity, Gladiator, for letting me fight here, bringing me to Japan. I'm very happy to be here. Thought it was run great, great promotion. Thank you for my opponent, Shinji. Great fight. Really enjoyed it. I'd like to thank my sponsors, Alion, Alex, my family, my gym. Thank you very much. 今日は日本に招待してくれてありがとうございました。とても素晴らしい興行で、それから対戦していただいた森戸選手ありがとうございました。自分のスポンサーと家族チームみんなに感謝しています。ありがとうございます。いや、まだういういしさもあります。こうして早くも、まあ、刑事を後にして表情を一つ変えず、去っていきました。これからを考えるんだという波紋が広がりましたね。そうですね、まあ、海外から選手を呼ぶっていうのもありますよ ね、世界のトップを、見てもらうっていうのもいいのかもしれないですね。はい、まあ、それがグラジエーター、そしてプログレスの戦いでもあります。ウェルター級初代王者はジョセフ・チェンです。